はい、本日もやってまいりましたアマチュアゴルフクラブでございます。本日は我々のホームグラウンドともいえるミッションヒルズカントリークラブ、なぜここを取りたがるのか、この人はやっぱ好きなんですか。ここ攻略したいでしょう。やっぱそうですね。ピート台を記載ピート台ですね。はい、もう癖になるね。ここ癖になる定番コースでございますね。前の組の人も随分と OB を朝から打ってね、テンション低いまま進んでまいりましたけども我々はね、例の必殺技があるんでね、頑張りましょう。はい、ということでアウト1番、何ヤードか分かりません、おそらく330ぐらいですかね。はい、ということで、ティーグラウンドに立つとこの景色、まあそこしかフェアウェイが見えないっていうね。よいしょ、よいしょ、いいね。右からザッ、じゃあ今日もよろしくお願いします。あ、やばい、これちょっとね、これは行っちゃったかもね。行っちゃったかもよ、それは。おお、巻いた。あ、ほらこれがあかんの、巻いたあかん、ここ、あれあかんわ、巻いたあかんね。マジ、やっぱり左は狭いんですよ、ここ。まあ、結構広がってんのかなみたいなね、もう期待させようねんけど、急に崖っていうマンションヒルズ的な感じですわ。あの棒ぐらいのところにあらへんから、ね、そうやな、ちょっと探しに行ってみる。残念ながらありませんでした。いきなりミッションヒルズの宣伝を受けております。81、俺買った？うん、どうぞ。うほら、すごいな、打ち込みやぞ。すごい飛んでもった。朝から。ナイス。マショ。でかい。でかい。でかい。マジか。でかいでかい言われたら。やりづらいな。転がしていこう。あ、それは小さすぎるやろ。ダフったな今。危なかったな、やっぱりそんなさっきの。さあも言わんしな。まさかそんな飛ぶとは思ってなかったやろな。落ちてる。はあ。うまい、うまい、入ったよなこれ。うん、入ってない。見た目はね。フライオン。トリプル。トリプル。
あかん、弱太郎ゆで太郎的な話、それもつじろうっていう弟できたよ、あれできたな、うん、結構増殖してるよな。はい、ナイスパー、1組はダボ。